今日はインターゲート大阪梅田に宿泊です。大阪駅から徒歩5分。チェックインは午後3時から。少し早く着いたのでラウンジでジュースをいただきます。大浴場18階、15時から1時、6時から10時、大浴場へはナイトウェアとスリッパで行けます。フロストガラスで外からの視線を遮断したプールのような浴槽です。ドライサウナに水風呂も。マッサージチェアでリラックス。
午後5時から7時のハッピーアワーにはワインと乾き物、生ハムとサーモンがあるのが嬉しい。続いて8時からはお茶漬けバイキング。朝食は7時から焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん。この後風呂に入って11時にチェックアウトです。